平野啓一は神奈川県川崎市多摩区出身の元プロ野球選手、指導者、アスリートマネジメント会社のPAMSとマネジメント契約を結んでいる。川崎市立稲田中学校時代はリトルシニアの野球チームに所属する一方、学校ではサッカー部に所属し、レギュラー選手だった。桐蔭学園高校に進学し野球部に入部。遊撃手を務め、3年時には主将として第79回全国高等学校野球選手権大会に出場し、1回戦で小町優希を擁する女水館高校を破るも、2回戦の西京高校戦では延長10回の末に敗退。川岸剛とは同級生でチームメイト、また当時同校のエースで後にプロでもチームメイトとなる浅井亮とは高校3年間同じクラスだった。高校卒業後は首都大学野球連盟所属の東海大学に進学し、遊撃手のレギュラーとして4年時に第50回全日本大学野球選手権で優勝した。リーグ戦通算82試合出場、305打数98安打、打率321、34打点。ベストナイン6回。2001年のドラフト自由枠でオリックスブルーウェーブに入団。1年目の2002年から攻守の遊撃手として即戦力になることを期待されていたが7試合の出場にとどまった。2003年は53試合に出場したが不安定な送球による失策が多くホセ・オティズのバックアップとして守った二塁手でも16試合で6失策と散々だった。2004年は、ホセ・オティズが二塁手から一塁手にコンバートされ、平野は遊撃手から二塁手にコンバートされた。また、打撃好調でシーズン通して、レギュラー起用された。規定打席に到達し、10盗塁と3塁打7本を記録した。守備でも硬さが取れ、堅実なグラブさばきを見せるようになった。2005年は、大阪近鉄バファローズとの球団合併に伴う、分配ドラフトで同じ二塁手の水口英二が加わったが、二塁手と外野手の併用で再三ファインプレーを見せた。開幕戦では8回表に松坂大輔からチーム初打点となる適自打を放ち、オリックスバファローズとしての初打点を記録した。前半戦は3割を超える打率をキープし、規定打席に到達してチームトップの打率285を記録。オールスターゲームにも出場し、新人賞を受賞した。東北楽天ゴールデンイーグルスとのカードでは、サヨナラ安打とセカンドライナーの候補で2日連続のヒーローインタビューも経験。同年オフの契約更改において、一般女性と結婚し、第一子が誕生していたことを明かした。2006年は中村克洋の方針で、中堅手に専念する構想があったが、前年と同じく二塁手と外野手の掛け持ち状態となった。同姓の平野和の入団によりスコアボード表記は平野めぐみとなる。二塁手として出場した5月6日、千葉マリンスタジアムでの千葉ロッテマリーンズ戦で風速10メートル以上の強風が吹く中、ファウルフライを深追いし一塁側フェンスに頭から激突。補給したものの胸部軟骨損傷、右腰の肉離れ、手首と右股関節の捻挫など選手生命を脅かしかねない重傷を負ってシーズンのその後を棒に振った。オフの契約更改で当初球団は交渉扱いにせず交渉が難航したが、最終的には交渉という表現こそ使わなかったものの球団側が折れた。同年10月21日にスカイマークスタジアムで行われた練習見学会では練習終了後の挨拶で、こんな小さな体の僕を見て、頑張れば自分もプロ野球の選手になれるんじゃないかと思ってくれているちびっ子たちに一言言いたいと思います。そんなに甘かねえぞ。と発言、観客の爆笑を呼んだ。2007年は主に中堅手として出場。当時の監督だったテディ・コリンズに1番バッターは、彼しかいないと絶賛されたが、故障と打撃不振で2軍との往復に終始した。2007年のシーズン終了後に、浜中治、吉野誠との交換トレードによって、阿部健太と共に、阪神タイガースへ移籍した。この際、当時阪神の監督であった、岡田彰布は、浜中を出すのは分かった。ただし、交換要員は、平野でお願いするとフロントに頼み込み、後に、自身の著書、頑固力でも、平野の重要性を説いていた。移籍初年度の2008年は、外野手として登録されながら、関本健太郎、藤本篤、坂勝彦との二塁手、レギュラー争いにも参戦。オープン戦で結果を残したこともあって、2番、二塁手で、開幕スタメン出場。1番、赤星則弘との俊足コンビは話題を呼び、内外野両方で、たびたび攻守を見せるなど、チームのスタートダッシュに貢献した。同年は3年ぶりに規定打席に到達し、リーグ最多の47犠打を記録。2006年の重傷からの復活を称えられ、セントラルリーグのカムバック賞を受賞。セリーグでカムバック賞受賞者が出るのは、小久保裕紀以来4年ぶり。2009年は、クレイグ・ブラゼルの加入に伴い一時は、スタメン落ちするも、赤星の怪我による離脱もあり、金本智明、新井貴浩、鳥谷敬らクリーンアップに次ぐ自己最多の132試合に出場した。2010年は真弓明信監督の指示で再び内野手登録となる。オールスターゲームに監督推薦で選出され、6年ぶりに遊撃手を務めた。シーズンでは二塁を中心に外野3ポジションも守る活躍を見せ、前年の自己最多を更新する139試合に出場して、青木宣親に次ぐリーグ2位の打率350、左打者ながら対左投手の打率は399を記録した。球団新記録となる59犠打も上げて2度目の最多犠打を記録。また、いずれも自身初となるベストナインとゴールデングラブ賞を二塁手部門で受賞した。2011年は、真弓監督から開幕前に二塁手固定で出場を明言されたものの、中堅手が固定できないチーム事情で、中堅手と二塁手と兼任で守ることになった。打撃では、リーグ5位の打率295を記録し、昨年に続き、ベストナインとゴールデングラブ賞を二塁手部門で受賞した。2012年は二塁手での出場を中心に、スタメンの一角を占めたが、打撃守備ともに、チームの低迷に合わせるように不振に陥り、後半戦は、若手の上本博典のスタメン起用が多くなり、それに伴って、外野や控えに回されることが多くなった。オフには、西岡剛、福留孝介がメジャーから、国内復帰し、阪神入りが濃厚だったこともあり内外野ともに、ポジションが危ぶまれると感じ、11月10日、国内 FA 権を行使することを表明した。2012年12月25日、古巣であるオリックスバファローズへ6年ぶりに復帰することが発表された。この復帰を機に、阪神時代に着用していた背番号5、桐蔭学園高校及び阪神でのチームメイトであった浅井亮に譲っている。また、オリックスの応援団は、平野の復帰に合わせて新しい応援歌を制作。試合で平野が打席に入るたびに阪神への移籍前に使用していた応援歌と交互で演奏している。2013年は開幕前に右ふくらはぎの肉離れで離脱し出遅れてしまう。5月2日に復帰したものの5月18日の広島戦で今度は左ふくらはぎ痛で途中交代し翌日登録抹消され、その後結局3ヶ月ほど復帰に時間を費やした。8月に復帰してからは主に1番、レフト、またはセカンドで出場し、打率は3割を超えるなど好成績を残したが、結局故障による長期離脱が悔やまれ、期待されながらも、昨シーズンの出場数の半分にも満たないわずか56試合の出場に終わった。2014年には開幕からスタメンで出場。序盤は2番打者を任されていたが、6月以降はもっぱら1番打者で起用。打撃、守備ともシーズンを通じて安定した活躍を見せると、共にチームを6年ぶりの A クラスに導いた。8月20日のロッテ戦では NPB 史上16人目の1軍通算250犠打、9月14日の日本ハム戦では、自身2年ぶりオリックス復帰後初となる本塁打を記録している。その一方で、5月26日の DNA 戦で、支給を受けたことから、前年に痛めた右ふくらはぎの状態が悪化。オールスターゲーム明けの7月24日から8月5日まで、戦線離脱を余儀なくされた。さらに、チームがリーグ優勝争いの下中にあった9月24日の西武戦で左手に支給を受けて、再び戦線を離脱。日本ハムとのクライマックスシリーズファーストステージで復帰したものの、第2戦の走塁中に右太もも裏の張りを訴えて交代するなど、故障に見舞われることが相次いだ。2015年は、ふくらはぎ痛を抱えながらも、開幕から主に二塁手として、スタメン出場を続けていた。しかし、左太もも裏や右のかかとを痛めたため、5月21日に出場選手登録を抹消。前々年から続く、ふくらはぎ痛の影響や、ルーキー二塁手、西野正弘の台頭なども、相まって、抹消後は2軍で、リハビリに専念していた。9月10日のウエスタンリーグ中日戦で、実戦復帰を果たすも、万全の状態に戻らない両足や体に限界を感じたことから、この年限りで現役を引退することを決意。9月25日には、京セラドーム、大阪内での記者会見で引退を発表した。かつて所属していた阪神では、平野のチームメイトであった金本智明の一軍監督就任を機に、コーチ陣を大幅に刷新。現役を引退したばかりの平野についても、2軍におけるうち、外野守備の指導を統括する役割で、2軍守備走塁コーチへの就任要請を受諾したことが複数のメディアで報じられた。阪神球団では、2015年10月27日に、平野が翌2016年シーズンから2軍守備走塁コーチへ就任することを正式に発表。同年11月の秋季キャンプから野手の指導に当たっている。その一方で、同月23日には、オリックス球団主催のファン感謝イベント BS ファンフェスタ2015で、平野の引退セレモニーを実施した。阪神コーチへの就任後は、1シーズンにわたって2軍を指導。2017年シーズンからは、1軍打撃コーチへ移動する。2020年シーズンからは2軍。内野守備走塁コーチに配置転換。主に二塁手や外野手として起用され、ダイビングキャッチや走塁時のヘッドスライディングなど、思い切りの良いプレーを持ち味とする。身長169センチメートルと、野球選手としては小柄であるが、粘り強さと速球に負けないパンチ力を備えており、三振が少ない。阪神時代は、左打者ながら、左投手に強い傾向にあり、阪神移籍後は2010年まで、対右打率276に対して、左投手には打率347を残していた。バントがうまく、2008に両リーグ最多の47犠打を記録し、2010年には球団記録となる59犠打を記録した。盗塁数が少なく、成功率も2015年までの通算で 60% に、止まっているが、打った後の走り出しは早く、一塁到達 3.77 秒を記録する俊足を備える。また、肩も強い。この身体能力の高さと、中学時代サッカー部のレギュラーだった経験を買われ、2013年12月28日に放送されたテレビ番組、中居正広の8番勝負のフットサル対決へ出演したこともある。平野の甥は、東海大学附属相模高等学校の野球部に所属し、2021年春の第93回選抜高等学校野球大会に出場している。同大会での東海大相模高校の優勝に貢献している。ありがとうございます。